はい、皆さんこんにちは。 R スタイルビデオグラフィーのりょうです。今ですね、夜の高速道路を走行してるんですけども、今回は新型アウトランダー PHEV についている、アダプティブ LED ヘッドライト、こちらについて、紹介しようかなと思います。で、アダプティブ LED ヘッドライトっていう名称がついてますけど、ちょっとこの動画の中ではオートマチックハイビームっていう言い方をしますけど、ちょっとアダプティブ LED ヘッドライトってちょっと言いにくいんでね、オートマチックハイビームという言い方に、させてもらいますけど、で今回はそのオートマチックハイビームの、紹介をしようかなと思います。それで YouTube チャンネルの中でも何回か言ってますけど、僕アウトランダー PHEV に乗る前はエクリプスクロスに乗ってたんですけど、エクリプスクロスも同じようにオートマチックハイビームがついてたんですけど、エクリプスクロスのオートマチックハイビームとはちょっと違う光り方をするので、ちょっと今回動画にしようかなと思います。それではまず、オートマチックハイビームのスイッチをオフにした状態で、手動でハイビームにした時の光り方をまず、見てもらおうかなと思います。手動でハイビームにするときは右側のレバーを奥に倒すと、ハイビームになるので、まずはそちらの光り方から見てもらおうと思います。ではいきます。3、2、1、はい、これが、手動でハイビームした時の光り方ですね。もう一回いきます。3、2、1、はい、これが手動の時ですね。手動でハイビームにした時は、皆さん見慣れたというか通常の、パッとハイビームに切り替わる光り方だと思うんですけど、じゃあ次はですね、オートマチックハイビームのスイッチをオンにした時の光り方を見てもらおうと思います。このオートマチックハイビームのスイッチをオンにした時の光り方が、通常のハイビームにした時の光り方とはちょっと違う光り方をするので、そこもちょっと注目して、見ていただけたらなと思います。それでは、オートマチックハイビームのスイッチをオンにします。3、2、1、通常の光り方と違うの、分かりますかね。もう一回やりますね。じゃあスイッチをオンにします。3、2、1、はい、どうですかね、違い分かりますかね。通常のハイビームの時は、一瞬でパッと切り替わると思うんですけど、このオートマチックハイビームをオンにした時は真ん中から外側に、広がっていくような光り方に、なってるんですけど、ちょっとこの動画で伝わるかどうかちょっと分かんないんですけど、通常と、違う光り方になってます。もう一回やってみますね。これが手動で、ハイビームにした時、これがオートマチックハイビームのスイッチをオンにした時の光り方になります。手動のハイビーム、オートマチックハイビーム、運転してたらね、明らかに光り方が違うので、ちょっと動画で伝わらなかったらちょっとごめんなさい。それで、ここまでは手動でハイビームにした時とオートマチックハイビームのスイッチをオンにした瞬間の、光り方の違いの、紹介だったんですけど、新型アウトランダーのオートマチックハイビームの、紹介したいところは、そこではなくて、このアウトランダーについているアダプティブ LED ヘッドライトというのは、例えば前に車がいたり、あと対向車がいる場合は、その車がいるところだけ暗くするっていう光り方をするんですよね。なので、車がいないところはハイビームのまま明るくて、で車がいるところだけ暗くしてくれるっていう光り方をするので、次は、その光り方を
あの見てもらおうかなと思います。で今、ずっとオートマチックハイビームをオンにした状態で今走行してるんですけども、反対車線に車がいる場合は、そっちをあの減光する、暗くするような、光り方をしてるんですけど、ちょっと動画で分かるか分かんないですけど、はい、今ちょうど前に車がいるんですけど、今オートマチックハイビームをオンにした状態です。で今車がいない右側だけ今ハイビームになっている状態です。今左側の奥に車がいるんですけど、そこはあの減光して暗くなっている状態ですね。で今右側対向車線から車が来たんですけど、その時だけは右側のところも減光して暗くなってます。で車がいなくなるとまた右側だけ明るくなるっていう光り方をしてます。今前に車がいるんですけど、車がいなくなったら全体的に明るくなると思います。はい、今全体的に明るくなりました。で車が来ると暗くなります。また明るくなります。このように車がいるところだけ暗くなって、それ以外のところはハイビームのままにするというのがこの、アウトランナーに搭載されているアダプティブ LED ヘッドライトになります。エクリプスクロスについていたオートマチックハイビームは、前に車がいたりあと対向車が来たりすると、まあ、単純にハイビームからロービームにパッと切り替わるだけだったんですけど、このアウトランナーの、オートマチックハイビームは車がいるところだけ暗くする、でそれ以外のところはハイビームのままという光り方になります。で僕正直あのエクリプスクロスに乗ってた時もあんまりあのオートマチックハイビームって使ってなかったんですけど、というのも、まあね、オートマチックハイビームにしてって対向車が来た時にあの本当にあのロービームに切り替わるのかなっていうのがすごくあの不安があったんで、まあ、あのハイビームするときは手動でハイビームに切り替えてたんですけど、このアウトランダーのオートマチックハイビームは結構優秀ですよね。まあ、車が追い越すのでその瞬間、今、横から車抜いていきましたけど、分かりますかね、車がいるところは暗くて今左側だけハイビームの状態です。で、車が車が前に行くと、左側と右側だけ今、はい、このようにハイビームになって、車がいるところだけ、ロビームの状態です。これなかなかこの走りながらちょうどそのタイミングで説明するのがちょっと難しいので、この後あのオートマチックハイビームをオンにした状態で の, あの走行シーンを流すので、実際に、ね、走ってる時にどんな風になるのかっていうのを、まあ、気になる方は、まあ、そちらの方も、見ていただけたらなと思います。
皆さんいかがでしたでしょうか。今回は新型アウトランダー PHEV に搭載されているアダプティブ LED ヘッドライト、こちらのご紹介でした。新型アウトランダー、納車待ちの方であったり、あとこのアダプティブ LED ヘッドライトが気になっている方は、この動画で少しでも参考になれば、嬉しいなと思います。このアウトランダー以外にも同じように車がいるところだけ暗くするっていうヘッドライトを搭載した車、他社でもありますので、そういった方にもどのような光り方をするのかっていうのが、少しでも参考になれば嬉しいかなと思います。で、新型アウトランダー乗られている方は実際に使っている方もいると思いますけども、これから納車される方は、納車された際にぜひ使ってもらえたらなと思います。結構面白い光り方というか、細かく光り方が変わるので、今までにない光り方をするので、結構運転してても楽しいかなと思うので、ぜひ試してみてください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。Rスタイルビデオグラフィーのりょうでした。